はい、こんにちは、ピアですけどね。セナの乗っていた MP46 でモナコを走るっていう企画なんですけど、今日はちょっと真面目にね、セナの凄さっていうのはどこにあったのかっていうことを解説していきたいと思います。はい。で、今ね、みんなシミュレーターとかでモナコ走って、ま、意外と簡単じゃんみたいなね。ま、できる人できるじゃんって思ってると思う。だけど、全然違うっていうことを言っときたいと思います。何が違うかっていうと、ハンドルの重さなんだよね。今の F1 はパワステなんだよね、実はね。でも当時のセナが乗っていた頃の F1 は重捨てだったっていうね。それがどのくらい違うのかっていうのをね、やっていきたいと思います。で、それをね、検証するのにちょっと論文があって、こういう論文があるんだよね。ちょっとまあ古い論文だけど、まあ、シミュレーターでね、どういうことが大事なのかっていう、再現する場合にっていうところで、でまあいろんなねことがずっと書いてあるんだが、俺が注目したところは、このブレーキのペダルのどうのこうのとか、なんかね、こういうのを作る、まあ、プロジェクターのリアルな感じがどういう風に設置すればいいのかとか、そういうことが書いてあるんだけど、一番注目したのはね、ステアリングのフォースフィードバック、ステアリングのトルクね、どのくらいの重捨てなのかっていうこと。で、いろんなね、単位があっていろんなグラフが出てるんだけど、とにかく30キロぐらいかけなきゃいけない。単位がね、これちょっと違ってんだけど、30キロぐらいかけなきゃいけない。みんなのね、使っている G29 っていうのは、実際に F3 マシンでかかるトルクの10分の1ぐらいしかかけられないんだよね。だから、みんなね、G29 とかでやってる人っていうのは、実際の F3 とかね、まあ、重捨ての車と比較すると、10分の1ぐらいの力、まあ、すごい軽いってことなんだよね。で、俺の持っているこのファナテックの DD1 なのかな ?DD1 か。っていうのは、だいたい実際にかかる力の 70% ぐらいしかかけられないんだよね。だから、この持っている今ハンコンをフルトルクにすると、だいたい、まあ、当時の F1 の7割ぐらい。だから、それでみんなセナとかが運転してたっていうことなんだよね。それがね、どのくらいすごいのかっていうのを、今日ね、この MP46 でモナコを走ってやってみたいと思います。だからこのハンコもみんなの持っているやつのだいたいそうだね、なんだ、8倍ぐらい、7倍から8倍ぐらいのトルクがかけられる。だからそれでちょっと一回やってみましょう。普段はね、そんなトルクにすることがないんで、じゃあ早速モナコ行きたいと思います。で、そのことをね、ちょっと F3 マシンで検証している動画が概要欄に、ね、貼っとくんで、それもね、ご覧ください。ということで、やっていくぜ。はい。でね、今日はね、マジで手が危ない。あのね、このぐらいトルクかかると、ほんとね、指が持ってかれる。指どころか肩までね、肩がまで痛くなるから、ほんとね、これあんまやりたくないんだよね、この検証。はい、じゃあ乗っていきます。MP46 ですね。まあ、ちょっと素の状態で。で、今、トルクがね、70%。大体だから、当時の F1 の半分ぐらいだね。かかった状態。まあ、ちょっとやめよう。普段一回やってる状態でね、どのくらい簡単に乗れるかっていうのをやっていこう。普段だいたいね、俺、そうだね、まあ、だいたい30ぐらいでやってるんだよね。30ぐらい。まあ、30% ぐらいの力。というと、F3 マシン、重捨ての車の、だいたい3分の1ぐらいだね。まあ、だいたい、パワステのマシンってこのぐらいかなっていうね。はい、じゃあね、まずはだいたい、当時の F1 の、5分の1ぐらい。わかんないんだけど、まあ大体かなり軽いっていう、当時の F1 がパワステだったらぐらいの感じだよね。手袋もいらない、片手で楽々、まあこれは普段ねやってる感じ。こんな感じだね。あ、で、左下ね、右下ね、8軸シミュレーターでやってますからね。モーションしてるよね。こういうところも楽々だよ。楽々、片手で楽々。そっか。で、当時のちょっとレイアウトじゃないんでね、タイムの話は何とも言えないんだけど、シフトするときも片手になっても楽々だよ。
こういうところも切り返しもね。あ、ちょっと待って、リアにバックに入った。え、ここ3速入ってんのにバックに入る。ちょ、なんかおかしいんだよね。これちょっとおかしいんだよね、ファナティックのこれ。この間からなんでなんだろう。楽々だぜ、切り返しも楽々、縁石踏んでもビビることはない。でほら、スピンしてもぶつかってもここね、振り返しでこうなってもね、全然平気。こうなってもね、全然平気じゃん。もう手で回せる感じ、楽々。はい、これをね上げていこう。トルクをね7割にして、まあ5割ぐらいでやる、1回半分ぐらいでやる。半分ってことは3分の 70% だいたい 35% ぐらいか。はい、 50% すると、 50% にすると当時の F1 の重さの3分の1ぐらいか。これでもまあ全然3分の1だね。これでも結構ね、ほら遠赤乗った時とかだいぶ、あ、またバックに入った。またバックに入ったね、あのリバースした時3に出るとバックに入っちゃう、なんで。ファナティックあるあるなのかなこれ。もう一個のシフターはね、ファナティック同じやつあるんだけど、そんなことなかったんだよね。当時の映像を見てもらえば分かるけど、こうやってね振られてんだよ、すごくね、こうハンドルがあれ、まあ、操作してるっていうのもあるけど、ね、このくらいのトルクになってくると、あー滑った。タイヤロックした。結構ねもうオーバーが出てハンドルがね振られるとなんか結構こういうとこもね、縁石乗ると結構きついな、もう。もうなんかビビってる。全く違うってね、日本のなんかドライバー言ってましたよね。パワステがついた瞬間、車が全然違うって。当時はさ、なんかドライバーの息遣いとかがあって、コーナリング中は G に耐えるために息してないって言うけど、俺 G に耐えるためじゃないと思うんだよね、これやってみて。 G に耐えるじゃなくて、ハンドル重くてハンドル曲げるのに息を止めちゃうっていう、そういうことのような気がする。まあでも3分の1の重さ、まあ大体まだ運転できるよね。はい、じゃあちょっと怖い怖い怖い、こっからね指持ってかれるからね、パコーンってなったらやばいやばいやばい。コーションハイ FFB can be dangerous って書いてある。あのここに、もうちょっとそんなにトルク上げると危ねえよって出る。いやマジでデンジャラスだよこれ。マジで この中に腕入れたら、まあ、マジで腕ちぎれるぐらいの勢いだからね。まあ簡単に言うと、これ業務用のサーボモーターだからね、産業用のサーボモーターにハンドルつけてるっていう極めて危ないことやってるから、ハンコンってね。うわ、めちゃくちゃ重い。もうやばいってこれ、もう片手でこれ以上やばいやばいやばい。まあ止まってると意外といいんだけど、
走ってダウンホース出るとめちゃくちゃ重い、やばい。さあこれでちょっとね、一周まともに走れるか。やってみる、血出るとこ見れるかもしれない、腕がねじれてねじれて複雑骨折するところ見れるかもしれない。いやー怖え、今の見た。だから親指絶対かけちゃダメ、こう中に親指絶対かけちゃダメだよ絶対かけちゃダメ、マジで。昔言われてたんだけどね、最近言わないよね。俺なんかフェラーリのドライバーに、テストドライバーに運転習ったことあるんだけど、内掛け推奨してたもんね。だいたい、でも当時の F1 の、わかんない、当時の F1 がちょっとわかんないけど、まあ、ピークは出てないけど、だいたいこんなもんなんじゃないのこれ、あちゃちゃうわー、危ない、重い、あー、痛い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 、危ない、危険すぎる、これ危険すぎる、マジで。これね、これしばらくこれやった後ね、肩が痛いんだよね、相当。だからね、なんかもうセナがさ優勝した時とか思い出して、あの優勝カップがさ、こう上がらない、上がらないみたいな、優勝カップが上がらないって、あれどうしてなるかって、これもうハンドルがくっそ重いからなんだよね。よいしょ、じゃあいよいよ 100% いってみようか。これでだいたい、まあコーナリング中の最大にハンドルが重くなるところ以外はだいたい当時の F1 のまんまだと思う。危ない、めちゃくちゃ重いよ、もう石だもん、石、あー重い。でね、パッてこう浮くじゃん、ステアリングがさ、こうその時急に軽くなるんだよ。ちょっと一周走れるか、ちょっと軽くいくよ、まっすぐ走らせるのを至難の技。でも確かに当時の F1 の挙動ってこんな感じだよね。人間だ、くなった、ヘアピンがやばいちょ、もうマジで汗出た。腕力ある方なんだけど、よいしょ、あ、これはね腕上がんなくなる、あいけない、まあ手アンダーだもん、あのねハンドルが曲げられなくてアンダー出ちゃう。こういうところで本当に、あー痛い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 、やばい。これでさ、これで当時の
俺もなんかモナコをねマニュアルの F1 で走るみたいな企画を数々やってきたけど、実際は多分こうなんだろうね、できないんだろうね。もうなってるもんね。ハンドルと怖いちょっと待って、息が切れてしまう、手がいや、しびれる、やばい、痛い、真っ赤だもん、これ、確かにその、当時のドライバーは、もう本当に、一レース走ると、もうグローブがボロボロになるって、わかる。痛い、トルク下げよう。はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。痛いよ、手が痛い、腕が痛い、ちょ、マジでやばい。で、ほんと、あの、打ち掛けね、あの、昔教えてもらったんだよね、あの、教習所で昔は、あの、こう打ち掛け絶対ダメだよって、怪我するよっていうふうに、言われてたんだよね。まあ、当時は重捨てで、その、路面もね、すごく悪くて、ちょっと待って、息切れてるわ。なんかこう、路面のね、穴とかに入った時に、パーンってね、立って、ハンドルがね、動いて、それで指怪我しちゃうから、まあ、内掛けダメだよって言われてたんだけど、まあ、今、パワー捨てでね、そんなこと起こらないから、ね。だから、当時のセナ、すごい、本当に。うん、あるドライバーが、パワー捨てがついたと車に乗って、あ、俺たちの時代が終わったんだねって言ったっていうね。そのぐらいパワステ以前とパワステ後っていうのはドライバーに求められるものが変わってきたっていうね。まあ、どっちがすごいっていう、いや、やっぱすげえだろ、パワステなし時代のドライバーってね。まあその時点でまあ歴史が変わった。でね、その本当にパワステがない時代の車に、まあハンコン使って乗って、まあ楽、意外と楽じゃんっていうね。まあ俺なんかもそういう動画上げちゃってるけど、ね、実際あの、つくばを何分出るっていうのをタイマー高くしてるんですけど、それもね、概要欄に貼っとくんで見といてください。この車でね。うん。それも実際じゃあパワステがあったら、そのタイム出せるのかって、パワステがなかったらね、そのタイム出せるのかって言ったら、もう出せないからね、それ。うん。だから当時のドライバーのやってることがもう本当にすごいっていう、強靭的なことなんだなっていうね、超人的なことなんだなっていうことが。まあわかるよね。本当に。いや、この企画やるたんびにね、次の日も筋肉痛になるんだ。だから、本当に、あれだよね、今のドライバーの人。まあこれね、DD なんだろうね。ダイレクトドライブっていう、モーターにね、直接ハンドルがついてるっていうタイプ。これで、まあ、トルクを上げていくと、本当に危険なんでね。本当に危険ですね。はい。出てるけどね。ここには出るけど、ちゃんとね。危ねえぞって。お前危ねえぞって。マジで気をつけろって。ほんと、腕持ってかれるよね。ここ腕入っちゃったら、これぐるんって回ったら、まあ、マジで腕ボキっていくからね。そのぐらいすごい。はい。ということで、事故なく、
終われました。はい、またね、こうやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。痺れてる。